今日はジョンカビラでお届けします。はい、皆様おはこんこん、こんこん、どうもソウスケです。今回ね、ウィーレの青木魂パート2をやっていきたいと思います。まあ、アジアオセアニアカップということで、第2回戦日本対イラクとなっておりますということでね、やっていきましょう。ホーム画面からねやりたかったんですけど、無音なんでね、あの著作権の問題で、どうしてもね、曲が流せないということで、それはあまりにもちょっとね、皆さんにも申し訳ないなということで、この画面からこれからね始めさせていきたいかなと思ってます。でだいぶ、フォーメーションを変えました。それは後ほど、紹介していきたいかな。ですよね、オフサイドですよね。これ撮ってるのがね、パート1を上げた次の日ということで、パート2を上げるその日の朝なんですけどね。ウィーレはねそんなにため取りもせずやっていきたいかなと思っております。いや、前回はね、前回っていうか昨日ね動画を見てくださった方ね、ありがとうございます。待ってましたみたいなコメントもね来てくれてて本当にありがたいなと思ってね、ね、それやとすごくやった甲斐があったなと思うんですけど、よし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 、これでいいでしょう。コーナーキックでね、まあ4-2-2、まあ、ディフェンス4人で、まあ、中盤ミッドフィルダー4人でオフェンスというかね、フォワード2人という形を取ってます。今ね、僕その形、昔のインテルみたいなね十字型のフォーメーションでも良かったんですけどね、まあ昔のレアルが取ってたような状況が僕は好きやったので、それに刺して、ああ強すぎた、これがなかなか慣れないよねまだ。ここからどう崩すかですよね。まあ、ここから崩すってもなかなか難しいんですけど、まああれプロフェッショナルなんでね、相手がそこまで強くないっていうのはあるんですけど、やっぱり強いというかそのディフェンスが硬いんでね、なかなか難しいっていうのはあるんですけど、あと僕の技術があんまりないというかね。でもまあ皆さんもね見てくれる方いらっしゃったみたいで、まあなんていうのかな、無駄なね動画を作らなくて済むというか、なんか楽しいなと思いながら、まあほのぼのとしながらねやっていきたいかなと思っております。いや、さっき強すぎたからな、これぐらいかいいんじゃない。あ、キーパー間の前いやー、まだ慣れないね。上手い人すごいよね本当に。結構ねいろんなものを見て勉強はしてるんですけど、その見るのとやるのはやっぱ違うよね。あとね、1日のね動画再生回数が1万を超えました。いや、半年前とか考えるとね、1日40回とかだったからね再生回数。そこから考えるとね、半年で1万にもなっていただけたっていうのはありがたいよね。いやー、あれ通らんか。だからね、カウンターじゃないからやっぱりディフェンスがどうしても多いよね。またあれかな、1点取って、ここはカットします。それを守りきる戦いになってくるんじゃないかなと思っております。いや、プレーがガバガバだよね。まだまだ、よし、さあ1回立て直そう、ゆっくり行こう。ゆっくり行って何かきっかけをつかみたいところですね。遠藤とかね、長谷部も入れました。で香川と、岡崎が、ダブルフォワードという形をとってます。で本田と清武が、まあ上の方のミッドフィルダー空いてる、さた、あー取らないかそれ。いや、崩し方は悪くなかったと思うんだけどな、縦パス1個でね。まあ、サッカーってね、縦パス1個でね本当に流れが変わるので、まだいますよ。素晴らしいパスです。素晴らしいカットですね。遠藤、ルーズボール。裏に味方を走らせる。いやー、オフサイドか。出てましたか。そんな前に行かなくてよかったんだけどな。まあいいでしょう。前半まだ29分ですしね。どうなんだろう。そのアジアカップってね、なんていうのかな、FIFA、違う、チャンピオンズリーグみたいな感じで。ホームとアウェー1試合ずつあって6試合で戦うのかな、そういう感じじゃないのかな。
チャンス来た。やべ。いやこいつ強いね、フィジカル。さすがフィジカルですね。うわすごいな、ガタイがちゃうもんね、なんかちょっとね、束になってかからないとね、こういうのは。遠藤って1試合に10キロぐらい走るらしいですね。うん、すごいよね、90分でボール触りながらね、あの10キロ走るとか普通ありえないよね。てかスルーパス通らないね、スルーパスだけが楽しいのに、なかなかスルーパス通ってくれない、楽しくないですね。しっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。このボールをカットします。ラッキーラッキー。さあどうしようかな、ここでしょ。オッケー、サイドのスペースを使います。サイドからチャンスメイクしたいですね。弾かれてしまいましたが、これプロフェッショナルでだいぶ苦戦してますけど、皆さんどうなんでしょう、上手い人っていうのはやっぱり全然苦戦しないのかな。いやすごいよね、ゲーム上手い人っていうのは。うらやまおっ、いやもっと奥だね、うん、力強くしすぎても良くないし、うん、さあいいとこ行ったよ。上げてくる、誰もいない、誰もいないもっとねオフェンスガンガン行ってくれていいんだけどな。さあこれ、いやそこはためずに打ってほしかったな、まあ、自分の操作でためてるんでしょうけどね。よし、本田から香川通るのか、このパス。ディフェンスはしっかりついてきますよね、さすがです。いや正直イラクら辺に苦戦してたらね、シュート、うわ惜しい、距離はありました。いや溜めてもよかったな、ダイレクトじゃなくてね。あれか、前半は0-0か。まあ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 、少しずつ崩し方が分かってきつつあるから、うん、ここからどう頑張っていくかですね。いや、楽しいね。うん。まあ、支配率は高いんでね、ここからなんとか、大きく崩せるタイミングを見つけたいところですね。まあ、本当に昨日の動画もね、なんていうのかな、その1回のチャンスをものにできたっていうのが大きかったですよね。まあ、結構チャンスはありましたけども、まあ、その中でも決定的なチャンス1回をなんとかものにできたのがでかかったですね。よし、ここ来た、フリーで受ける、いやーそこまで離れるか、ちょっと方向キー押しすぎたかな。いやー今のは決めなかったな、バイ。いやいいねいいね、今のスルーパス悪くなかったんじゃない。チャンス、いやそこ前じゃないんだよなうまい、どうまい、どうまい。いやいいよいいよ、少しずつ崩せるようになってきたよ。でもこういう時ってカウンター食らうからね、そこだけ注意しないと。あかんかんかん、いやあれだね、なかなかのフィジカルで押してきますね。うん、イラクなかなか敵陣に入れません。チャンスですよ。お、来た。いやなかなか当たりきついね。こいつうまい、こいつうまいよ、こいつうまい。よくイラクの選手とかほとんど分かんないんですけど、いやうまかったねあの人。チャンスですよ。いやこれ前に一発でも抜かれるとやばいんでね。抜けてくる、よしよしよし、落ち着いていこう。うん、とりあえずね向こうの時間帯やったので。岡崎、どうしよう、スルーパスを出す、いやーオフサイドか、そんなに前に出てなくていいんだけどないやここっちのコンピューターで動かせるのかな、なんか一時期ありましたよね、パスを受けるからも、パスをする側もなんか動かせるみたいなね。いや僕そんなどっちも気が回らんやろうな。すげえしっかりあれだ、あの体張ってねボール止めようとしますね。いやリアル、リアルになったよね本当に。うまい、いやー惜しいなー。上手い人から見るっていやあれは通らんやろって感じなんでしょうけどね。うん、その通るか通らないか分からなくてやってるのが楽しいよね。うまい、お
よいしょ、いや今の完璧でしょ嬉しい、いやよかったよかった。無得点っていう動画ほど面白くないものはないかったからね。見てみましょうか。ここで取れたのは難易度が低いからなんでしょうけど、まだね、まあ、スペースに出し、まあフリーだったよねほとんどね。いやフリーだったね岡崎。いや崩し方クロスの位置はまあまあそこそこ完璧やったんじゃないかな。よかったよかった。よいしょ、いいねいいね。いやせっかくだし時間もあるしね、もう1点取りたいよね。もう1点取りに行きましょう。まあ、そんなこと偉そうなこと言ってね、1点失点したら面白いんですけど、まあそれはそれで面白いか。いや長友入れましたよ今回。長友とかねスタメンじゃなかったのにびっくりやったんですけど。日本としては得点と違っただけを見れば攻めるのか、まあ難しいところですよね。そっか、長友は左利き、長友左利きですよね。今の左利きやったのかな、よくわからん。あ、こいつ空いてる、うまい、よいしょー。あ、オフサイドか。いやー惜しいなー、結構オフサイド。うわー、ほぼ、ま、体半分出てるかなーぐらいですね。いやー惜しかったなー。いやちょっとねオフサイドかなって思いましたけど、打った瞬間にね。いやー今のいいやん今のぐらいね。いやでもオフサイドってよく考えましたよね、うん、でもバスケとかにはオフサイドないもんね。まあもちろんずっといたらいけない区域っていうのはあるんですけど。抜けてくる、はいよー、清武上がる、きた、うわー集中力いいですよ。おー蹴り出したよ。さあ守りは冷静にね、攻めも熱く、よいしょ。いや今のファウルでしょ、違う。いやあそこからのホンダのフリーキックとか見たかったね、うん、僕にそこまでの技術はないんですけどまだ。スルーパスを出す、え、なんで止まる、いやーなんで今の止まったかな。どっち、いやーイラクボールか。いやいいよいいよ、攻めてきよう。なんか少しずつ崩せてる感があるよね、うん、そのなんていうのかな、前のオマン戦やったっけ、あれ昨日した試合すら忘れるっていうね。いやでもその試合はねなんかこう1点は取れたけど崩せるイメージはなかったんですけど、今回はなんか崩せてるね後半、うん、疲れてきてるのか相手が、まあ、それかまあ僕が少しずつ上手くなってくれてるのかわかんないですけど、なんか少しずつ崩せてる感があるからいいね。やべ相手空いてる、危ない危ない、よしよ、内田、ウッチーですね。ウッチーも頑張ってほしいな。ウッチーの周りにはもう女の子だらけらしいですからね、練習しててもね。スポーツ選手でかっこいいっていうほどあれだね、うん、いいもんはないよね。あやべプレーがやばい、うわいいパスだわけだ。いやあかん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 、なんか強なってない、よし、いやあ、持ちすぎたこいつうまいね、さっきからましたよ。オフサイドか、これはオフサイド、ラッキーラッキー、あ結構オフサイドね。いやさっきの岡崎のやつはねほとんどオフサイドじゃなかったよ ね。どうしようかな、う、ね、蹴り出すか、間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。おお、もらあなんか後ろに反らしよった、よし、もうここまで来たらね1点差で勝ちにこだわりましょう。お、ラッキー、いいところでもらったよ。いやー体の回転は良かったんだけどな。よし、あと3分、ここはもうパワープレイでもいいでしょうね。よし、うまい。さあ前線へスペースへ出す、よし最後のプレイかな。あ取られた、もう3分取れですよ、3分経つよ。ここも固い守りでボールを奪います。う、最後に打とうか、いや当たりよってね、それも左足やってね。よしこれ勝ったでしょ、うん、お、ここもしっかりディフェンスしました。
もう終わっていいんだけどな。よし、オッケーオッケー。いやー、ね、ヘディングのシュートは良かったね。うん、そのなんていうのかな、スルーパスで切り崩すシュート、まあ1試合目というかパート1でね。でパート2はまあクロスからのヘディングシュート、悪くなかったんじゃないかなということでね、今回はこういう形で終わらせていただきたいと思います。どうしてもね、ホーム外に戻ると無音なので、それはどうなのかなって感じがあるので、うん、まあそのなんていうのかな、勝ち上がっていってまたそのトーナメント表とかを見ていただくときは無音ですが、またそっちに変えていただき行きたいかなと思いますけど、まあ今回はこういう形で終わりたいと思います。まあサッカーの企画ね、こういう感じでほのぼのとしてやっていきたいかなと。ちょっとね、常に動いているので雑談とかはしにくいかなとは思うんですけど、まあ僕は必死にやってるのをね、楽しく見ていてくれたらありがたいかなと。でなんかご指摘とかいただけるとありがたいと思います。あ、本当にリクエストとかもね、マイクラブやってとかいろいろいただいてるので、それにもいくつか答えていきたいかなと思っております。ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それではね、ソスケでした。さよなら。